皆さん、こんにちは。来年開催されるショパン国際ピアノコンクールのシード権争いが佳境に入ってきましたね。このシード権が今年も残すところ残り4枠となりましたが、わかりますか？ショパンコンクールの日程はこのようになっておりますが、選考審査では経歴書、推薦状、演奏動画提出などにて厳しい審査が行われます。ところが、ダイレクトエントリー制度があり、特定のコンクールで銀メダル以上であれば、いきなり10月の本選にエントリーされるのです。七。後手8六銀。ほう、銀からですか。特定コンクールは次になります。銀から。ショパンインスティチュートのアナウンスでは、こちらが特定コンクールとなっております。牛田智春さんは現在開催中のリーズ国際のセミファイナルで圧倒的な演奏で解説者をも驚かせました。また前回は対象だったチャイコフスキーコンクールは外れてしまったのですね。そんな中、ファイナリストのアナウンスに牛田さんのお名前がなく、びっくりしたのでした。これに反応したのが恩師のピョトル・パレチニさんです。 SNS で発信された内容がすごい。何が起こったのか信じられません。第2ステージのリストのソナタ、特に準決勝のシューベルトのソナタにおける牛田の本当に傑出した奥深い解釈における全ての音符やフレーズの繊細さと自然さ、これら全ては審査員にとって気づき、理解し、評価するには難しすぎたのでしょうか。信じられません。恥ずべきことです。牛田さんは現在奨学金を得てポーランドのショパン音楽大学に留学されていて、反田恭平さんの恩師であるピオトル・パレチニ教授に師事、温かい教授の下でこの舞台に挑戦していただきたいですね。